ものすごく頑張り屋さんで誠実な方なんだと思うんですけども、逆に自分自身を追い詰めてしまってるのでね、オープンの方が融通を利かしてもらえる可能性っていうのがありますよね。U&都市のお母ちゃんさん、はい、双極性障害も落ち着き、うん、就労移行支援に通いながら就活しています、はい、うん、就職の面接の時に緊張で足が震えてしまいます、うんうん、どうしたら足が震えなくなりますか、はい、主治医は赤指示屋を疑っていますが、うん、頓服薬を飲んでも治りません。また職業柄クローズ就労を目指していますが、注意することはありますか、うん、赤指示屋っていうのはじっとしていられなくてついついこうそわそわしてしまうっていうのが赤指示屋っていうねことなんですけども、面接の時だけに緊張して足が増えるとしたら赤指示屋ではないですね。赤指示屋っていうのはそれ以外の時も出てくると思うし、毎日のように出てくるのであれば赤指示屋だと思いますから、そこで見分けがつくと思うんだけども、だから主治医は赤指示屋を疑ってますっていうことだとすると、緊張して面接の時以外でも出てるんじゃないかなと思うんですよね。そうなってくると、まあ、赤指示屋を調整してもらうっていうのが一つの方法になるよね。あとこの就職面接の時に緊張で足が震えてしまいますっていうことなんだけども、100回ぐらい面接受けたらいいと思いますけどね。まあよく私もだから7つの武器にも書いてるけど、100回失敗するといいよっていうふうに書いてあるので、とりあえず100回面接失敗してみたら101回目はおそらく足が震えないで面接を受けられると思うので、まずは最初からうまくいこうというふうに思ってると思うんですね。だから足が震えるんですね、うまくやろうというふうに思うから。うまくなんかできないです、自分の本来の実力しか出せないので。だからうまくやる必要は全くありません。なので失敗してください。100回失敗してください。101回目からうまくいけばいいんじゃないかなという心持ちで受けていただけると、そんなに震えないでいけるんじゃないかなと思います。緊張するっていうのは普段よりよく見せようというふうに思う気持ちがあって、自分で自分を追い詰めるから緊張するんですね。普段通りでいやーと思えば別に緊張なんかしません。この文章から言うとものすごく頑張り屋さんで誠実な方なんだと思うんですけども、そこがだから逆に自分自身を追い詰めてしまってるのでね、まあ失敗してもしょうがないやーっていうぐらいの緩さね、そういう風に持っていくともうちょっと楽にね受けれるかなという風に思いますね。そんなねよく見せようとしてもね、よく見せられるものではございません。また逆にそこだけ罰黒いしたところで、じゃあこの人大丈夫そうだからこのじゃあ難しい仕事をやらせようっていう風になったら大変じゃないですか。だから調子悪いなら調子悪い状態で受けていけばいいと思うんですけどね、私はね。無理してそうやってよく見せようとすることで後々大変なことになるってこともあるかと思いますね。クローズ就労っていうのは就職先に障害の内容を開示しないで働くということですね。私はクローズじゃない方がいいと思いますけどね。基本的に自分がどういう病気でどういう状態で通ってますってことをオープンにしなくても働けるというメリットがあるのかもしれないけど、かなり調子がいい状態だったらそれでいいと思うんだけど、時々仕事中に調子が悪くなった時に理解してもらえないわけですね。例えばうつ病で病院に通ってましたって言って、最近気分が落ち込むんですって言ったら、まだ探してるかもしれないからって言って、オープンの方が融通を利かしてもらえる可能性っていうのがありますよね。だからどうなんだろうっていうふうに思うけども、ちょっと私は分からないですね。あんまりその辺は詳しくないので。だからそれぞれにメリットデメリットっていうのがあるのでね、そういうのは主治医の先生と相談して話せばいいと思うし、あなたの今の状態というものもすごく関連してくるのではないかなというふうに思います。メンタル疾患のカミングアウトは注意しろ。精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日は質問いただいています。MN さん40代男性、友人に障害年金をもらっていると打ち明けたらみんなにバラされてしまいました。どうすればいいでしょうか。メンタル疾患を患って病院に通って薬を飲んでるような人たくさんいるんですけども、その人がそれを他の人に言った方がいいのか言わない方がいいのか、結論から言うと言わない方がいいです。なぜかというと、なんだかんだ言って精神疾患に対してものすごい偏見差別というものがあります。一昔前っていうのは、私が精神科になった30年ぐらい前、その頃はものすごかった。本当にものすごいってどのくらいかというと、精神科に通うと結婚できなくなりますから精神科になんか行きませんっていうような人とかいたんですね。そういう時代でございます。精神科に一度でも行くともう結婚相手がいなくなるからみたいな話とかが出てたような時代でございますけど、それと比べるとかなりね少なくなってきて、精神科にも通いやすくなっているし、実際駅前のクリニックみたいなところには非常に通いやすくはなっているんですけども、それでも多くの人がですね、非常にメンタル疾患の偏見とか、あるいは正しくない理解ですね、差別といかないまでも正しくない理解をしている人が多いので、基本的に言わなくていいと思います。どうしても親しい人とか、例えば結婚を考えている人とか、そういう人には然るべきタイミングで
言うべきだと思いますけど、付き合い始めてすぐに言う必要もないでしょ。だから本当に親しい人にはタイミングを見て話していくということは必要かもしれませんけども、誰も彼でも話すというのはやめた方がいいです。何の得もないですね、言ったからといって。あと職場に言った方がいいのかどうかっていう問題においては、言った方がいい場合が多いと思いますね。言わないでやり過ごせるのかっていう問題がありますよね。精神科に通ってますってことを言わないと、例えば有給休暇ももらいづらくなっちゃうし、お前なんでいつも有給休暇取るんだよみたいなね、言っとけば病院行ってこいというふうになるけども、そういう場合であったりとか、あるいはちょっと調子が悪くなった時もやっぱりそうそうちょっと休んだ方がいいじゃないかってなりやすいので、会社に言う場合っていうのはなかなかこう秘密にしてるよりも言った方がうまくいく場合の方が多いと思います。これもケースバイケースなので考えていかなくてはいけませんし、あるいは勤める時にその旨履歴書に書くのか書かないのかみたいなね、あるいは勤める前にそれを相手に言うのか言わないのかという問題もありますけども、伝えた方がうまくいってる場合が多いと思いますね。逆に完全に秘密にしてやってもどっかでバレたりするし、なかなかそういうふうに休みを取れなかったりするときつかったり、厳しい仕事をバン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 振られたらやっぱり再発したりするということもあるので、職場に関してはある程度言った方がメリットがあるのかなと思ったりもします。そのように特にメリットがあるような場合はそういう自分の病気のことを打ち上げたりするっていうのは意味があるんですけど、それ以外の人はですね、言う必要はない。言ったとしても病名まで言う必要はない。あるいはこういうふうに障害年金をもらってますっていうことを別に言う必要はないね。それはね、ちょっと鬱的なんでメンタルクリニック通ってんだよぐらいのね、軽い感じでこう言うことはできるかもしれないけど、なんとか病で通ってるんだみたいなことを具体的な話をねする必要っていうのは全くないと思うし、やっぱりそれが噂として広がると思っておいた方がいいので、基本的にそういうものが LGBT なんかのねカミングアウトと同じで、本当はカミングアウトできるような社会っていうのが一番いいに決まってるんですけど、メンタル疾患においてもまだまだそういう差別や偏見があるので、非常に注意してですね、本当に必要な場合に必要な人に対してだけ行うっていうことが気づかないでやっていく。みんなに知られるとやっぱり居づらくなったりですね、それこそもう会社にも居づらくなったりという場合もあり得てくるので、安易に言わない方がいいというのが私の考え方でございますね。なのでもしそういうことを隠してるのもなんか後ろめたいというふうに思うかもしれませんけども、別に言わないことは隠してるという、だって皆さん方自分の秘密を全部ベラベラベラ言って歩くわけじゃないでしょ、プライベートなこととかをね。だから別に聞かれもしないんであれば自分から言う必要なんか全くないですし、聞かれたとしても詳しく全てを答える必要っていうのはそれはないと思うので、ケースバイケースですね、慎重に判断して、どっちかというとかなり慎重めに判断してですねやっていくということがいいんじゃないかなと思います。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。自分の病名をバラされた時の対処法。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、今日は那須高原キャンプ場から寒々とお届けしています。今日は質問いただきました。アシュラさん、こいつうつ病なんだよってバラされた時の対処法はありますか。今は寛解しています。その自分がメンタル疾患であるかどうかをカミングアウトした方がいいのか、どうしたらいいのかっていう動画がありますので、メンタル疾患治療中の方は絶対一度は見といてください。 URL 貼っときますので。結論から言うと、メンタル疾患カミングアウトしない方がいいです。なぜかというと、今質問が起きたようなことが起こってくるから。基本的に誰か一人に言うと、今インターネットの時代なんでほぼ全員に伝わるというふうに考えてください。あなたの親友一人に、例えば私うつ病なのっていうふうにあなたが例えばカミングアウトしたとしましょう。そうした場合において、それが誰かに伝わって、それが今度 SNS かなんか誰か LINE グループかなんかで書き込んで、あの人うつ病らしいよって書き込んだら、あなたの知り合い全員に伝わるのは1週間以内に伝わってもおかしくないよね。それはね、だから誰か一人にカミングアウトするっていうことは全ての人に伝わるのが当たり前なんですよ。だから基本カミングアウトするなっていうのがカバサワ流ですね、アドバイスです。だから逆に言うと、カミングアウトするということは、あなたが友達なんかにそういうことをお伝えするということは SNS に書き込むのと同じです。自分の私うつ病で治療中ですっていうふうに自分のツイッターで書き込んでる人がいますけども、実際にそれと同じことなんですね。なので基本メンタル疾患のカミングアウトはするなっていうアドバイスに従っていただけると、今回のようなトラブルは防げます。じゃあバラされた時に対処法がありますかって言った時に、ないよね。それはね、だってみんな知ってしまったわけだから、それをタイムマシンに戻ってやり直すことはできませんので、なので基本的に自分がメンタル疾患であることをカミングアウトすることによって得られるメリットっていうのはあまりない。なんか心が晴れ晴れするぐらいな、自己満足ぐらいなもので、どっちかというとメンタル疾患に対する差別偏見が依然と強いこの日本社会において、うつ病であるということを知られたり、あるいは他のメンタル疾患であるということを知られることによって受ける様々
様々な弊害や差別や職業上の風当たりの強さとか、わざと嫌がらせをして辞めさせられるようなことをするような会社もあるわけだし、そういうことを考えるとカミングアウトするメリットというのは極めて少なく、デメリットは極めて多いので、カミングアウトするのは慎重に考えた方がいいですね。どうしてもしなきゃいけない場合っても多分あると思うし、例えば3年間付き合った彼女と結婚しようかと思いますって言った時に、ずっとそういうメンタル疾患があるのを隠して結婚するのかって言った場合においては、隠して結婚すると後々大変なことになるから、そういった場合においてはまた別な話になってくると思いますけども、普通に病院に通ってるようなことを安易に他の人に言うべきではないですよね。あと自分の親に言うべきか言わないべきか問題っていうのもあるんだけども、基本的にそれに関してもあまり安易に言うべきではないという立場を取っておりますね、私はね。もちろんきちんとサポートして信頼してくれる家族に対しては言ってもいいと思うんだけども、メンタルクリニックに通ってますっていうことを言うだけでものすごい心配して、どうしたのどうしたのとか言って毎日のように電話かけてくるような母さんとかもいるし、逆にお父さんとか、お前はメンタル疾患のはずがないんだから病院に行くなとかいうようなお父さんもいるので、そういう家族に対してのカミングアウトっていうのも非常に慎重にしていかなきゃいけないですという形で、一旦そういうふうに知られてしまうと、もう知られてしまったものはどうしようもないので、どうしようもないですねとしか言いようがないと思うんですけども、いや別にメンタル疾患ですけど何かっていうぐらいに言うしかないんじゃないですかね。それはね、今うつ病の人の人口で100万人以上いるしね、生涯うつ病罹患率って 15% ですね。だから8人に1人ぐらいはうつ病になるわけだから、おめえうつ病じゃねえかって言ったと、お前だって 15% の確率でうつ病なんだよっていうふうにね言い返すっていうのもあると思うし、うつっていうのは非常に特別な病気ではないし、基本的にメンタル疾患の罹患率、認知症まで含めると多分4人に1人とかね、そのぐらいの人が一生の間に精神科に一度は受診する確率なんですよ。なのでおめえ精神科に通ってんのかって言うけども、4人に1人っていうことになると1家族に1人は必ず精神科に通う人が現れる確率なんですねっていうことを、いや別に精神科に通うってそんな珍しいことじゃないけどねっていうね、抗弁。逆に言うと精神科に通ってることをあなたは後ろめたいと思ってるから、その情報が広まってしまってきた時にこれだけのダメージを受けてるわけだよね。だから否認なんだよね。否認っていうのは自分がその病気であるということを受け止めることに対する拒否なんですね。もっとだから病気に対する受け止めというものを強めていくっていうのかな。病気に対する受け止めができていると別にカミングアウトに対する抵抗感もないし、他の人からお前うつ病だねって言われても、うん、そうだけど何かっていう話になると思うんですよね。それ以上のものっていうのは出てこないんだよね。だってそれが事実なんだから、明らかな現実なので。だから自分は本当はうつ病になりたくないのになっているっていう心理的な抗いというものが、そういう否認という状態につながってくるので、否定してしまう心理ですね。なのでその病気に対する否認を重要に変えていくってことが重要ですと。その具体的にどうすれば変えていけるのかっていうのは、病気を治す感情コントロール術って方に詳しく書いてあるので、そこを読んでいただきたいなというふうに思うんですね。よくインターネット上に私はうつですとか書き込んでる人がいるんだけども、それはおそらくある程度病気も治ってきてるので、自分で病気に対する受け止めができてるというポジティブな見方もできますという形で、まだまだ日本という社会におきましては、精神疾患に対する差別偏見というもの、あるいは職業上の会社とかでもそういうものを言っただけで冷や飯を食わされるってことは往々にあるのでね、メンタル疾患のカミングアウトというものは注意していただきたいし、逆に言うとそういう差別偏見を持ってる人に対してはメンタル疾患というのは別にもう日常的な病気なんですよということで、おめえ差別主義者だなって言ってやりゃいいんだよね、そういうやつにはね。お前は人権とかそういうものを全く配慮できない最低の人間だなと、うつ病の方がよっぽどいいよぐらいのねことを言ってやったらいいんじゃねえのっていうふうに思いますけども、という形でメンタル疾患のカミングアウトは慎重に